ビデオカメラのデータ復旧を行いました。東京都世田谷区のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはキャノン、アイビス、HF、M41。 海水に水没させてしまい、ビデオカメラが故障し、電源が入らなくなってしまったものです。データ復旧処理を行い、5時間45分の動画データ、100% の復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。